まことに息を吹き返したのですね。竜韻の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。おや、何やらチリンと。ああ、この鈴だろ。仏に備えろと渡された。うん、あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば武士殿と話してみてはどうですか。仏のことならばあの人が詳しいでしょう。勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。
の死、フクロウのせがれか。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流線詣の年であろう。流線詣、3年前か。どういうことだ。武士どもは古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。Thank you.
狼よ、我が血と共に生きてくれ。手に入れた。任務か。ああ、忍び騎士は騎馬じゃというたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。ああ、そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
おい。お主、確か、忍びよな。であれば、お堂の忍びよの奴らを、頭蓋を叩き割ってたの。旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばの賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても
こんな。ああ無理です、この傷ではとても。誰ですか？族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。若様はまだ忍び殿ご武運を。お主、若様の忍びじゃな。ああ、肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いいねえ。裏切り者はいねえ。よそはあさってくだせえよ。どっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしなら。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだタコが。怒らないでおくれよ兄貴。タコでごめんよ。